されるかなと思いながら来たんですけど、いまいち、いまいちっていうか、まあ、結構優雅にできたんで、多少は自信になったかな。今回、中島の対戦相手となるマツダジムの阿部悟は、WBA 世界ミニマム級9位。相手を撹乱するトリッキーなボクシングを得意とし、去年の12月には世界戦のリングに挑戦している強豪だ。次負けたらもう、ね、終わりだと思ってるんで、一応また勝って今度世界にまたアピールしたいなと思ってるんですけど、はい。世界ランカー同士のサバイバルマッチ、中島 VS 阿部、両者にとって世界戦へ再浮上するために負けられない戦となる。ただいまより本日のメインイベント、東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋ミニマム級チャンピオン、105パウンド渡辺ジム所属、中島博史。スピード、パンチ力では勝っているはず、負ける要素はないと言い切りました。東洋太平洋チャンピオン、中島博史です。挑戦者、WBA 世界ミニマム級9位、105パウンド松田ジム所属、阿部悟。世界戦で敗れ、周りからは引退勧告、それを押し切る形での再起。今日は結果、結果が絶対必要です。阿部悟、二人とも勝てば世界が近づきます。そして負ければ引退も迫ってくるということで、沼田吉岡さん、はい、共に気合が入る試合ではありますね。まあ、そうですね、まあ、中島にとってもこれはもう大事な試合ということで、まあ、安倍に対していわゆるその離れてね、いわゆるそのボクシングができるか、一方のその安倍ですけども、戦記戦でそのトリッキーな、ね、そのボクシングができるか、まあ、その辺がですね、勝敗の分かれ目なんじゃないかなと、こう見てますけどね。そうですね、はい、正統派の中島、サウスポーで変則の安倍、両極の2人の対戦、OPBF 東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ、中島博史2度目の防衛戦、ゴングが鳴りました。おっと、右からいきなりの変則で持ってきました阿部です。そしてもう一方、解説は大橋秀幸さんですが、はい、勝負の鍵はどんなところになりそうですか。そうですね、この、ま、やはりね、全く好対象の2人ですから、はい、この第1ラウンドペースを掴んだ方がね、一気にこの試合の流れをね、掴んでいくんじゃないかと思いますけどね。やはりもうこの2人ともね、はい、これ世界挑戦、チャンスというのは最後ですから、そうですね、やはりこの持ち味を、ね、出してくると思いますので、うん、このアウトボクシング対、はい、このサウスポーの変則というね、全く好対照 その激しいね、ペース争いが見られると思いますよね。沼さん、中島がペースを取るためにはやはり距離ですか。まあ、距離ですね、それとその阿部 そのトリッキーな、ね、はい、そのボクシングに惑わせないそのボクシングですね、はい、冷静にその判断して攻撃するということでしょうね。大久保さん、はい、赤コーナーはですね、阿部の一番怖いところは頭だとそう話してまして、やはりあの低い体勢から飛び込んでくるんで、この頭をまともにもらうといかにバッティングといえどもですね、ダメージがあるんで、この頭を気をつけたいと、そのためにはやはり偉大なジャブをしっかりと序盤ついていくことが大きな要素になると、そう話しています。はい、しかし今中島は右から直接持っていきました。まあ、ただですね、はい、右に打ってですね、左返さないとそのバッティングのね、可能性があるということですから、まあ、打ってそのすぐ離れればまた別個なんですけども、はい、そうですね、はい、今は左を持っていきました中島です。とにかく阿部は3つのパンチを持っている、左右のパンチとあと頭のパンチがあるなんていう表現もされるぐらいですからね、大橋さんね。そうですね、まあ、今もちょっと当たってますけどね。当たってますね、しかしですね、はい、今日中島君の方もですね、いつになくこのミニストレートをですね、力強く打ってますよね。そうですね、はい、また右から持っていきます。今右アッパーですね、まあ、積極的に打ってますよね。とにかくここ何試合かちょっと攻撃の面で課題が出てしまったという中島ですが、ただですね、中島君のボクシングは非常にね、基本にのっとって綺麗なボクシングしてますから、はい、逆にこれ阿部君の方が戦いやすいかもしれませんよね。ああ、そうですか、はい、まあ、中島にとってもファイターというのは出てきてくれるんでやりやすい部分があるんですが、これだけ変則になると沼津さん、やりにくいですか。そうですね、まあ、それとその身長差がありますから、はい、まあ、中島にとってはですね、まあ、まあ噛み合わないタイプだと思いますけども、ただですね、その打ち合いですとか
その打ち負けしないとか、はい、いろんなその作戦を組み立ててね、僕はそれほどその怖い相手じゃないと思いますけどね。まあ、試合開始早々大きなパンチをまずは阿部が持っていってペースを取ろうという感じだったんですが、その後はこうやってもつれ合う場面も何度か見られてます。しかしですね、こういうもつれ合うペースになりますと、まあ、どちらかというと阿部君のペースですからね、はい、そういうもつれ合う展開はね、中島君の方は持ち込みたくないですよね。そうですよね、まあ、そのためにはね、やはり足を止めないことだと思いますね。はい、今のところは足がしっかり動いています。距離をしっかりと見ながらという感じの中島、しかし左よりも先に右が出てきます。はい、今頭の先に来ましたね。はい、頭の先に来ますし、どうなんでしょうか。中島博史第1ラウンドが終了しました。赤コーナー28戦、チャンピオンカラーの赤いウィンドブレーカーで揃えました中島の応援団です。とにかくもう一度世界戦に向けてこの試合で大きくアピールしなくてはいけない中島、まあ、その相手として世界ランカーの阿部というのは申し分ないわけですが、ここで勝たなくてはいけません。そして阿部の方としても中島、申し分のない相手です。試合は第2ラウンドです。中島が右から行きました。中島が自らこう距離を縮めている感じもしますが、まあ、ただですね、阿部がその前に出てくるから、どうしてもその動きづらくなって、はい、いわゆるその国地並べて、ね、はい、阿部が入ってきます。うん、頭気をつけなきゃいけないですね。はい、頭から入ってきますが、本来はこれをこう左で封じたいところですよね、大橋さんね。そうですね、しかしですね、この阿部君のこの頭の持っていき方もですね、はい、まあ、この反則スレスレというか、まあ、これも一つのねテクニックの一つだと思いますね。はい、この中島君の方が完全にね、嫌な表情してますから。そうですね、それだけでもそのペースっていうのは持ってきやすいですからね。はい、1年半前に2人はスパーリングをしたことがあるんですが、中島は好印象を持ちました。そのスパーリングの時はそれほど変則も感じなかったし、パンチも当たる印象だと話していました。しかしスパーリングとこの試合っていうのはやはりね違いますからね。違うんでしょうかね。その時の印象っていうのはあまり当てにはならないですよね。なるほど。一方の阿部の方は距離を取ったつもりでも中島のパンチが伸びてきて当たってしまうんで、距離を考えたいという話はしてましたが、大熊さん、はい、そのあたりこちらもですね、やはりですね、中島の右には気をつけろという具体的な指示は飛んでいたようですね。はい、ミニストレートのボディですね。はい、中島君いいですね。そうですね、有効打です。まだね、中島もこの試合、ここ何試合かに比べて、まあ、1ラウンドにも指摘ありましたが、この攻撃面ではかなり見るところあるんじゃないですか。まあ、そうですね、今までそのボクシングが消極的なそのボクシングがあったんですけども、自分から攻めるようになってきたんですからね。大熊さん、はい、なかなか動きはいいと、はい、というふうに赤コーナー言ってます ね、 いいですね。やはり相手の突進を止めるためにとにかく頭気をつけろ気をつけろという声が飛んでいます。あと右ストレートをもっと小さくシャープにという声も飛んでますね。もう少し小さく、なんとなく大きい感じがしますね。力が入っているようなこの右です。まあ、クリヒットしてます。今はクリヒットしましたね。鉄筋の中身を捉えました。こめかみ方ちょっと効いたんじゃないですかね。阿部の動きがちょっとフラフラっと吸っているようにも見えますが、右の大きな力強い、今度は左パー、中島いい攻撃、また右いいですね、いいパンチが入りました。今日は力強いですね、動きもいい。あ、また右です。中島としてはタイトルかかってますからね、負けると取られちゃうということで、いつもの試合より、ね、気合入ってるんじゃないですかね。まあ、前回の試合、あ、頭当たりました ね、 今ね、前回は5月に、まあ、ノンタイトルで国内実力ナンバーワンと言われます。おっと右パー、星野慶太郎と対戦しましたが、その時はうまさにやられて結局完敗という方でした。まあ、その試合は世界戦を確実にするために組んだんですが、そこをクリアできませんでした。もう後がない中島博史。おっと、この体勢からでも阿部は打ってくるんですね。まあ、どっからでもね、手が出るような感じしますけど、さあその中島さん、いきなりそのミニアッパーって言いますから、はい、そのミニアッパーですね、いや、やはりその打つ注意しないと、相手の左ストレートを感じますから、それは注意しなきゃいけないですね。はい、この第2ラウンドはチャンピオン中島のいい攻撃、いい動きが見られました。第2ラウンド終了です。チャンピオンの中島、先ほどの第2ラウンドいい動きを見せました、いい攻撃を見せました。今日はここ何試合かと違うというチャンピオン。ラウンド3、この右、右服ですね、はい、テンプルのあたりを捉えました。ちょっと阿部がグラッときた感じもしましたが、さあ試合は第3ラウンドです。阿部が飛び出してきました。サウスポーの変則の阿部、頭から来ます。そのあたりも気をつけたいと言っていた中島です。
さあ試合は第3ラウンド、大橋さん、はい、序盤のペース争いがこの試合の鍵になるというお話でしたが、そうですね、どうですか1、2ラウンド終わって、まあ、今のところやはり中島君のストレートですね、はい、これが完全にペースを、ね、取ったとしてもいいんじゃないですかね、はい、しかし阿部君の方もですね、はい、ベテランらしくこの休憩時間に、はい、まあ、笑顔をですね、はい、左から、はい、右から左を持ってきました、はい、なんかその楽しみながらね、ボクシングやってるって感じで、まあ、自分の持ち味をね、はい、まあ、出してるんじゃないですかね、はい、近づくと阿部のパンチも飛んできます。さあ阿部、うん、左からついていきました、うん、まあ、この辺はベテランらしいですよね、とにかく、まあ、阿部サイドとしてはある程度前半取られてもスタミナでも上回っているし後半で取り返すというような話もしていました。また左を持っていきました、まあ、ただですね、阿部もその頭ごと来るんですけども、これといったそのパンチの決め手を持てないわけですよね、その分ですね、まあ、中島は多少救われる分もあるんじゃないですかね、はい、まあ、お互いにパンチ力という点では、まあ、今一つという感じはあるんですが、それだけにどうやってペースを取り合うのか、どうやってラウンドごとのポイントを取っていくかというのが非常に重要になってくるかもしれません。そうですね、手数とそのクリストさ、はい、ね、変わってきますから、はい、やはりパンチ力がなければコンビネーションですよね、なるほど、さあロープに詰めていった中島です。それでも阿部は手を出していく。中島右、しかし 今の辺ですね、テストあれですね、はい、逆に中島君が阿部君をね、ロープに押し込んでる感じでしたからね。そうですね、はい、まあ、展開としては反対になるんじゃないかと思ったんですが、はい、ここでも中島は下がりません。阿部を押さえて押していきます。そして右、今のはかすった感じでしたが、まあ、いつも押されますと中島君ちょっとね、まっすぐ下がっちゃうところありますんで、はい、まあ、今日はね、絶対に自分からは下がらないっていう、はい、まあ、その信念を持って戦ってるんじゃないですかね。そうですね、まあ、その点はまあ、成長したところだと思いますよね。そしてステップを使いながら、スピードでは完全に自分の方が上回っていますからと中島話してました。そのあたりは出てますね、沼さんね、やっぱりね、まあ、そうですね、スピード深くの使い方はですね、はい、中島の方がその一番上ですから、はい、あ、いいミニストレート、カウンターになりましたね、阿部が出てくるところポンポンと入れました。そして離れ際にもパンチを放っています。中島、序盤はまず中島がいいパンチ、右アッパーは空を切った、この辺りは当たりません。しかし攻めていく、攻めていく中島博史、久しぶりに見ました。まあ、中島ですね、やはりそのパンチ当たらなくてもやっぱりその前に出て攻めていくことが大事ですから、はい、下がっちゃやはりその不利ですからね。そうですね、いいんじゃないですか、作戦としては。でも、はい、今日はね、いつになく積極的ですよね。そうですね、はい、こういう中島は久しぶりに見ます。こういうボクシングが本来はできる選手です。第3ラウンド今終了のゴングが鳴りました。序盤はチャンピオンの中島ペースと言っていいでしょう。チャレンジャー WBA 世界ミニマム級9位にランクされています松田ジムの阿部悟です。去年の12月世界戦を経験しましたが KO 負け、周りは引退を進めましたが本人の強い希望で復帰してきました。7月に再起第一戦を行いましたが4ラウンド負傷ドロー、結果は残せませんでした。今日は結果を出さなくてはいけないチャレンジャーの阿部悟です。さあ阿部が右を持っていきました。先ほどのラウンドあたりからちょっと阿部の動きも良くなってきました、うん、まあ、先ほどのラウンドですね、はい、この中島君のミニストレートを、はい、阿部君が反応できてきたんですよね、はい、ミニストレートもらえなくなりましたんで、はい、その分うまく自分のペース取れるようになりましたね。さあそうなると今度は中島がどうしてくるのか、対策を、おっと右です、はい、ね、今のは右入りました、ね、いい右です。中島、まあね、いいパンチ当たってますから、まあ、中島はですね、まあ、左でですね、相手が攻めてくるとうまくその左に角度変えてですね、はい、右ストレートなり左フックを打つといいパンチ結構当たると思いますからね。まあ、今までいきなり右ストレートだったんですけども、はい、左、先ほどのはね、はい、ワンツーでしたよね、はい、ちょっと工夫したパンチをね、阿部君に打ちましたよね、はい、そして今日の中島見てますとボディもかなり出してますしアッパーも見せてますし、練習してきたパンチが出せるようになってきたという感じがするんですかね、大橋さんね、今までのね、課題とされていたことはね、はい、まあ、徐々には出てますよね。そうですね、はい、あーと右カウンターから右カウンター右アッパー、あ、いいですね、はい、左右コンビネーション、コンビネーション連打が入っている中島右、中島右、いい攻撃、おー、いい攻撃ですね、いい攻撃ですね、あー細かいパンチ、ここはいい攻撃を見せました。右アッパー、今の右アッパーはいいですね、角度もね。さあ阿部は効いてないぞと見せていますが、これは効いていると思います。
まあ、効いてるからね、余計ああいうトリッキーなことをね、はい、やっていくわけですから、はい、あ目切りましたね、あ目を切りましたね、頭ですね、中島が切りました、これが一番心配でした、ちょっと心配したことが、ね、出ちゃいましたね、頭で切ったということですが、ちょっとね、せっかくいいペースになったんですけどね、中島がいいペースを握りかけましたが、ここで心配されていましたバッティングです、かなり血が流れてきましたが、ただまだ試合が前半なんですよ ね、 そうですね、ここで止まってしまうとドローということになっちゃいますからね、さあそして目を切ったことによって中島がどうなるのかということですね、まあ、気持ちが動揺しないようにね、まあ、予想されていた部分ではありますが、この第5ラウンドにバッティング、阿部の頭で中島が左の目尻というかまぶたの上のあたりでしょうかね、切ってしまいました、はい、2センチぐらいで切ってまた当たってますね、また当たった、そういう話ですか、はい、問題ないということですが、また頭が当たって今、痛いという声がこっちまで聞こえてきそうでしたが、しかしさあでもね、このグーあの故意に当ててるわけじゃないですからね、はい、中島君も打ってってるところにね、グーで当たってるんで、ちょっとしょうがないんですよね、そうなんですよね、いや本当にパンチが3つありますね、これはね、まあ、本当ですね、あ頭減点ですか、そうですね、はい、レフェリーが阿部のバッティング結局減点1をまず取りました、第5ラウンドです、まあ、あれだけね、はい、頭持っていくと減点されますよ、当然ですね、ただせっかく中島の攻撃が続いていただけに、ただ阿部としてもこういう攻撃も持っているということになるんでしょうか、それを中島はクリアしなくてはいけません、第5ラウンド終了です、チャンピオンの中島宏、今日は非常にいい戦い、これまでにない戦いぶりを見せています、ワンツーも出ます、スピードもあります、そしてこの辺り阿部は完全に打たせています、ね、打たせますよね、お前パンチは効いてないんだよっていうのはね、ジェスチャーしてますけども、中島も自分ねあその一発パンチはないってこと分かってますから、はい、それに、ね、気持ちは動揺しないで攻撃してますから、はい、これでいいと思いますよね、でもなんかあれだけ打たせるとちょっと気持ち悪くもなってくるんですかね、大橋さん、まあそうですけども、このポイントというのはね、中島君につきますから、まあ、あのそういうことは気にしないで、気にしないで、左が伸びてきた、もう自分のボクシングを徹することですね、はい、そして5ラウンドに切ったバッティングのこの左のまぶたのあたりの傷も血がそれほど流れてきてないんで、あれから深くなってないようですね、まあ、そうですね、血が止まってるということでね、はい、あと左、この左を受けてはいけません、中島ここまではいい形できました、さあ最後の仕上げに入っていく第8ラウンド、このあたりからスタミナはどうでしょうか、大橋さん動き見てどうですか、スタミナの方は、スタミナまだ大丈夫ですね、あの足がね動いてますからね、はい、さあ阿部が近くに来てポンポンとパンチを入れました、これですね、はい、この距離になるとちょっと阿部君が調子に乗ってきますから、はい、あの動いてこの左ですね、はい、このボクシングに徹した方がいいですね、そうですね、村いっぱなしになってしまうといけません、まあ、っすぐ下がらないこととね、はい、左ジャブ出しながらその左回らないといけないことですね、はい、このラウンドはちょっと阿部の突進を止めることができません、阿部が中に入ってボディそして顔面へパンチを入れています、ペースを変えられてはいけないチャンピオンの中島、あーと入ってくるところポンポンと入れました、ワンツー、左阿部のパンチは届きません、今度は中島右です、今度は左アッパー、今日は本当に多彩なパンチ、左フックは空を切りました中島、阿部は左、まあ、こういう離れた距離になりますと、はい、この阿部君の方が戦いにくそうですよ ね、 やはりね、そうですね、はい、さあこうやって入ってきてボディ、しかし右が当たった、カウンターですね、はい、このサウスポーの左ストレートをサイドステップして右のカウンターですね、はいはい、さあそしてポンポンとワンツーです、左中島いい攻撃です、今度は右、また右、また右、右アッパー、ちょっとこう今 KO チャンスですよね、はい、頭も当たっていますが大丈夫か、うん、左アッパー空を切った中島、しかし手を出す、左が当たった、左が当たった、左が当たった、連打連打、連打連打、効いてますね、効いてる効いてる、効いてますね、はい、中島はこれまで一度しか KO がありませんが、中島はね、ワンツーです、ワンツー、早いワンツーね、打ちたいですね、こういう状態になれば、ね、はい、あの軽いパンチでいいですから、はい、右アッパー、はい、まあ、ワンツーなりですね、いやその左フックですね、先ほどその左フックで効いたんですから、3発欲しいですね、ワンツー、左フックと、さあしかし阿部もここで出てきます、左ストレート、あーまた血が流れてきました、左の目尻の当たり、中島、はい、右右、あーまた頭が当たりましたか、左中島
さあ阿部はかなりパンチをもらいましたが、それでも来ますね。この辺りの根性は左アッパー、すごい、まあ、左にグラッと来たんですけど、はい、いや今のはいいパンチ、おっと阿部がどうした、阿部がどうした、ゴングが聞こえないか聞こえないか。第8ラウンドが終了しました。中島いい攻撃続いています。チャンピオン中島いい攻撃で、相手阿部がちょっとグラフラフラッとするところも見られました。本当に手が出ました。もう完全に中島ペースで攻撃を仕掛けていきました。まあこの辺りも阿部がガンと顔上がりましたからね、聞いてますよ、完全に聞いてますけどね。阿部が突進してきた。このラウンド勝負かけてますね、阿部は勝負をかけています。そうすると中島は、まあこれはもう冷静にですね、はい、足を止まらないで、いわゆるその一発狙わない小さいパンチですね、はい、足止まっちゃうとその、はい、手が出て打たれちゃいますから、はい、そうですね、まあ、軽くいなすという感じでいきたいですね。阿部、ねはい、の内割にこの軽いね、はい、カウンターを打てばね、はい、いいんですよね、はい、一緒になって打ち合わないことです、とにかく。はい、阿部は打たれました、中盤打たれました、もう後がないという感じで出てきました。さあ中島ロープに座ってる、しかし前に出てくる阿部、うん、根性はすごい、そうですね、根性ありますね、はい、まあ、中島がですね、まあ、あの小さなパンチですね、はい、コンビネーションを打てれば、もうおそらく終わっちゃうと思いますよ、先ほどのラウンドに見せたようなパンチ、うん、細かいパンチ、コンビネーションを見せたい中島です、はい、まあ、一緒になった中島君はこのフックをね、打ち合わないことですよね。とっ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 と、レフェリーが、レフェリーが分けているのに、阿部はもう気合が、気合が空回りという感じです。まあ、それだけですね、阿部が自分の思ったとどんなそのボクシングができないと、腹立たしさがあるんじゃないですかね。出てくるがちょっとうつろな感じです。阿部、中島右が入った、しかし阿部も打ち返す。さあ中島は冷静に仕留めたいところ、阿部としては一発狙っている、左が入った、阿部の左、いいカウンターですね、はい、ショートのカウンターですね、はい、右のパンチが入りました中島。そうですね、この右ストレートをね主体にコンビネーションにしたいですね、はい。さあもう完全に阿部の動きはある程度見えています。避けてそして打ってという中島、阿部としてはもう本当に一発狙っているという感じ。もう足がついてこられなくなったですから ね、 そうです ね、 ね、もう状態だけですから、はい、左っぱ、しかしでも手が出るんですよね阿部ね、はい、根性はすごい。まあ中島君もね、はい、いつもの試合の3倍が手出しますね、はい、ここでレフェリーが、はい、中島ひろしを見せました。これまでパンチがないと言われていた中島ひろしなんですが、そんなことはもう言わせません。素晴らしい攻撃、素晴らしい連打で2度目の防衛成功、やりました中島。大橋さん、はい、今日の勝ち方は評価できるんじゃないんですか。今日はね本当に評価できますよね、星野に、ね、負けたこの敗北を帳、ね、消しできるぐらいな、ね、今日は、ね、いい出来だったと思いますね。あ、子供を抱きかかえました、うん、中島今まで子供をリングに上げたことはありませんでした。あ、泣いちゃってますね、あ、キスしてます、ね、中島君も今日は、ね、泣きたいぐらい多分、ね、嬉しいんじゃないですかね。それぐらいいい試合でした。正式 KO タイムは9ラウンド2分7秒でした。チャンピオンベルトが再び中島ひろしに巻かれます。見事2度目の防衛戦ノックアウトで飾りましたチャンピオン中島ひろし選手です。おめでとうございます。そしてやりました。やっと KO できて嬉しいです。いや本当今回負けたらもうやめようと思ったんで、よかったです勝って。その引退をかけての一戦、相手もですね元世界の舞台に立ったという強豪でした、まあ、バッティングもあって苦しんだんですが見事ノックアウトでした。もっとやっぱ綺麗なボクシングしたかったんだけど、やっぱ余裕がなかったというかですね、まあ、とにかく勝ってよかったです。でもこれでデビュー戦以来の2度目のノックアウトになりました。そうですね、まあ、次そうですね、これ勝ったんで次世界やれたらいいなと思ってんで。家族の皆さんに一言お願いします。
パパ勝ったよ。さあこの後は東洋太平洋のベルトからさらにランクアップしてさらに輝きのあるベルト、やはり場内指導願ってますけれども、そうですね、まあ、世界で力者の皆さん応援一つよろしくお願いします。見事に東洋太平洋2度目の防衛。